ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。皆さんはこちらの餌をご存知でしょうか？アクアショップ、ホームセンター、もちろん食品スーパーの洗剤が置いてあるちょっとしたコーナーのところにも置いてたりすることあります。これラージバンなんですけど、ラージバンじゃないやつ、あとちっちゃいやつとかも結構置いてたりします。スペクトラムブランジャパン、テトラミンラージフレーク1382円。テトラ、ラージフレーク、テトラミン、健康維持し免疫力を保つ、すべての熱帯魚の主食、バイオアクティブプラスプレバイオティクス、水を汚さず綺麗を保つ、新パッケージになっております。内容量 80g、 今回ちょっと情報量多いです。歴史ある商品なので開発者が思いを乗せております。その情報を知ることによって餌やり時もまた楽しくなるかもしれないので、いろいろ見ていこうと思います。水を汚さないフードへの挑戦、テトラミン、テトラフィンリニューアル、アクアリストが毎日行う給餌、なんとなく選び与えているその餌も日夜研究が重ねられ常に進歩している。今回はテトラミンで有名なテトラ社において新しい技術が盛り込まれて餌が開発されたと聞いたのでお話を伺ってみた。この度発売となった新しいテトラミンにプレバイオティクスという技術が盛り込まれていると聞きました。その基本的な概念を教えてください。プレバイオティクスとは生物の腸内で善玉菌を増やす栄養分のことです。その善玉菌を増やす仕組みには具体的にどのようなものでしょうか？新しいテトナミンに採用したプレバイオティクスは主として非消化性の繊維化合物であり、消化管上部では消化されません。そして基質として活動することによって大腸内の善玉菌を増やします。プレバイオティクスの原料を教えてください。配合されているのは植物の根から抽出された天然植物由来の原料です。この物質は天然貯蔵炭水化物、ジャガイモでいうところのデンプンにあたるで、小腸の消化酵素では分解されません。そして大腸において善玉菌の栄養となるのです。プレバイオティクス技術は観賞魚にとってどのような利益をもたらしますか？その有益な善玉菌の働きは、今までの餌では消化されずに排出されていた栄養素をより一層活用することを可能とします。そしてその働きは水槽水の汚染を減らすことにつながります。またこの利点とテトラの特許技術であるベータグルカンを利用したバイオアクティブ製法等を合わせることは、観賞魚の免疫システムを保つのに欠かせない組み合わせとなります。この技術を採用していない餌を与えたケースと比較するとどのような違いが現れるのでしょうか？まず先ほども述べたように、観賞魚の消化効率が全体的に向上し、そのことによって水の汚れが減少したことを示す結果がテストで得られました。皆様の管理するアクアリウムにおいても、魚の健康を維持することで体色が鮮やかになり、また健全に成長することが実感できることと思います。また飼育水が汚れにくいことで藻類、いわゆる苔の増殖が抑えられることも実感できるはずです。苔の抑制についてもう少し詳しく話をお聞かせください。プレバイオティクスによりもたらされた善玉菌の働きによりタンパク質やその他の栄養素の消化が促進されると、排出される窒素の量は小さくなります。水槽内の窒素化合物の量が少なくなる、イコール藻が繁茂するために必要な栄養素も減少するというわけです。試行錯誤の上で選択した技術、プレバイオティクス技術を採用するにあたって難しい問題、クリアしなければいけない問題はありましたか？我が社で調査を行う上で最も重要視したのは、観賞魚にとってベストなプレバイオティクスを見つけることでした。養殖魚におけるプレバイオティクスの文献があったとしても、種が異なることでそのまま観賞魚に当てはめられないこともよくあります。例えばその違いを具体的に言うと、観賞魚と養殖魚の間には消化の構造や必要栄養素、飼育の目的などに違いがあるのです。直接餌に精液を混ぜ込まなかった理由はありますか？皆さんもご存知だと思いますが、ヨーグルトなどの発酵乳製菌には生きた細菌が入っています。生きた細菌は冷たく乾燥した場所での保管が必要ですし、一旦開封されたらすぐに消費されなければなりません。こういった製品の保存可能期間は大変短く、簡単に腐ってしまいます。また私たちがすでに知っているような人間用のプロバイオティクスが入った食品を摂取しても、消化器に細菌を定着させることはほとんど不可能なのです。消化器内に多量の細菌を定着させるには、定期的にかなりの頻度で生きた状態のプロバイオティクス入りの商品を食べ続けなければなりません。そのことで、細菌ではなく菌の餌となる物質を配合するプレバイオティクス技術を
採用したのですね。生きた状態のプロバイオティクス入りフードを開封後も長期間保管するのはヨーグルトなどの発酵乳製品を保管するのと同様に非常に困難です。そこで我々は生きた菌であるプロバイオティクスではなく、魚がもともと保持している善玉菌の栄養源となるプロバイオティクスを採用したのです。そして開封後も効果が持続する最もいい品質を追求しました。この技術は今後テトラ社の餌に幅広く採用されていくのでしょうか。プロバイオティクスは今後弊社のテトラミン以外の商品にも配合されていくでしょう。テトラでは最新の文献と独自のフィーリングテストによって常に品質向上に努めています。現時点でも熱帯魚だけでなく鯉、金魚といった魚を対象とした複数のフィーリングテストが進行中です。もし結果が有望なものであったら次世代の商品へ盛り込まれるでしょう。さらには今後の製品改良時にはプレバイオティクスだけでなく他の有益な成分や技術が含まれることもあります。最後に日本の愛好家に向けてメッセージがあればお願いします。我々にとって日本は大変好意を持つアクアリストがたくさんいる国の一つです。日本のアクアリストは長く魚を飼う習慣があり、我々はその点を大変尊敬しています。我々と同じくらいの熱意を持って日本のお客様が観賞魚に接していると感じます。いつもテトラ製品をお使いのお客様には大変感謝しており、今後も我々を応援していただければ幸いです。一番は養殖魚は短期間で成長させることを主な目的とするのに対し、観賞魚は健康で鮮やかな色を出しベストな水質で長期間飼育することを主な目的とする。2番ここでは人体に良い影響を与える微生物のこと。この記事のテーマとなったプロバイオティクスとは表記が似ているのでご注意を。今回紹介したこちらのテトラミンラージフレークの商品説明のページです。全ての熱帯魚の主食、不動の定番熱帯魚フード、テトラミンがリニューアル。プロバイオティクスの導入で一層魚の健康に役立つ成分にアップグレードされました。魚の腸内にすでに定着している善玉菌を増やすプロバイオティクス技術を導入、魚の腸内環境を効率よく整え魚の健康に役立ちます。国際特許取得のバイオアクティブ製法で魚の免疫力を保ちます。歯垢効率のいいクリーン&クリア製法で水質の悪化を防ぎ飼育水の透明度を保ちます。中型以上の熱帯魚のためのフレークサイズが大きい主食用フードです。原材料はフィッシュミール、穀類、酵母、植物性タンパク、シュリンプミール、油脂、海藻、糖類、レチデン、ベータグルカン、ビタミン、ミネラルということで、これだけで全ての栄養を補えます。栄養成分は素タンパク 46% 以上、素脂肪 11% 以上、素繊維 3% 以下、素塊分 11% 以下、水分 6% 以下です。中タンパク高脂肪の餌です。まあ正直原材料の工夫がない点がちょっとあれなんだけど、まあこれはこれとしてあるんですよ。でいろいろ工夫してるやつも出してるんでね、余計なのが入っていないシンプルな王道の餌ってことでこのような原材料になってます。今から24年前の話になるんですけど、私が一番最初に買った熱帯魚の餌はこのテトラフィンです。おそらく熱帯魚売ってたところに行って話を聞いたら、このテトラフィンがいいよってことで勧めてくれたんですよ。それ以来ねずっとこれ与えているんですけど、やっぱ廃盤にならないってことはそれだけ歴史があって認められていると。まあ何回もパッケージ変わっていて、これの前がニューテトラミンってやつだったんですよ。一応そのアクアテイラーズがテトラの開発の人間に電話かけたところ、そのニューテトラミンと全部同じらしいです。パッケージだけ一新したということで、まあ、前のニューテトラミンがまだ残ってるのあればわざわざ買う必要はないのかなと。それなくなったからこっち買えばいいと思うんですけど、今回に関してはこうパッケージを変えただけなんだけど、まあおいおいまた新しい技術なんかが見つかったらこの中に入り込むようです。で昔はねこんな水をきれいにするとかなかったし、善玉菌をどうのこうなんてなかったと思いますよ。こんなきれいな写真じゃなかったし、イラストの時代もありましたしね。こう最初はさこれぐらいの大きさなんですよ。だけど下の方に行くとだんだんフレークが細かくなってくるんですよね。その細かいのを与えても細かいやつに反応しない魚の場合は食べないんですよ。あと海外の動画とか見てみると小型魚に結構ラージフレーク与えてるんですよね。で普通にみんなバクバク食べてるし、野生も解消できてるんで、あ逆にラージフレーク小型魚に与えてもいいんじゃないかなっていう、海外の動画からちょっと考察して購入したっていうのもあります。このラージフレークはついてないんだけど、最近こういうのが、まあ最近でもないですけどね、途中からこういうのがあってね、一応こっからこうやって餌を出すことはできるんだけど、あまりこうドバって出ちゃうんで、個人的にはですねここは使わずにちゃんと餌用のスプーンを使って与えることをお勧めします。まあまあユニークなあれですけど、多分紙でしょ、紙だな。ああこれ今回ついてる、これ昔ついてなかったぞ。これイデオテトラミンオープン。おー美味しそうだね。なんと真ん中に一つくっつくという奇跡が起きました。あれテトラミンこういう色だったか。ちょっとテトラフィンっぽい色だな。匂い嗅ぎます。これだわ、これだよ、これだよ、これだ、これだ。
餌はこれだ。フルチケトラ。これだよ、この香りだよ、餌はこれだよ。これは懐かしいな、やっぱり懐かしい香りがします。このフレークの色によってこう成分が違うとかいうのがあるんですけど、多分これもそうだと思います。赤、オレンジ、緑、黄色とか、あとこのフレークの色によってね、指向性が若干異なるっていうのもあるんですよね。赤いフレークは食うけどオレンジは食べないみたいな、黄色食うけど緑食わねえみたいな、いろいろあるんですけど、ラージフレークっていうけどね、そんなにでかくないですね。左がテトラフィン、右がテトラミンです。左側のテトラフィンは昔からこういう感じで3色、赤、黄土色、茶色。テトラミンはね、こんなに鮮やかじゃなかったと思いますね。いろいろ変えてるのかもしれません。大きいやつで 1.5 センチから2センチぐらいだな。私が重視するのはフレークの厚みです。実はメーカーによって若干違うんですよね。このフレークの厚みがちょっと分厚いやつってなぜか指向性落ちるんですよ。テトラミンを見るとそこまで分厚くないんですよ。非常に薄いのでポテトチップスのようにサクッと食べれるんじゃないかなっていう。あとこのフレークが水に沈んだ時にフレークがどのように水を素早く吸収するのかっていうのも重要なんですよ。これが例えば吸収しなかったりすると硬いので食べてくれない。さらに拡大した様子です。こちらがテトラフィン、表面を見てほしいんですけど白い粉がないんですよ。ものによってはパウダーをまぶしてるフレークタイプがあります。効果は高いのかもしれないけれども、そのパウダーが水面を漂うんですよ。届いてないですよね。餌には付着してるけど水入れた途端パウダーがバーって広がってしまうという。あと所々に小さな穴開いてるの分かるでしょうか。この穴から水が染み込むので刺激を与えると沈むパターンだと思います。こちらがテトラミン、テトラミンも同様に小さい穴が開いてます。そして表面を見ると白いパウダーみたいのないですよね。余計なのまぶしてないんですよ。ちゃんとちっちゃい穴が開いてるのでしっかり水が浸透すると思います。これは期待が持てます。本当に水汚さないのか検証してみます。いつも通りこうスプーン1杯入れただけだと容量が少なすぎて検証ならないんですよ。粒タイプの餌に比べてフレークタイプは容量が少ない。1杯だけ入れてこれは全然汚れませんなんてやったってね、当たり前なんですよね。半分以下の量なんで普段の。だから今回ちょっと心折りにしてこのいつもより大きいスプーン山盛り10杯入れます。乳鉢を使って粉にしてでグーってかき混ぜてちょっとやってみようと思います。この量今から水2リットルに溶かします。まあ、こんなにやる人いないと思うけど、はい、これぐらい細かくしました。もうテトラミンベビーじゃねえかって感じなんですけど、まずは水道水の TDS。 61ppm です。入れます。さすがに入れすぎたわ。 156ppm です。続いて pH、 左水道水、右テトラミン。水道水は緑色なので pH 7.0 です。テトラミンは明るい黄緑色なので pH 6.0 です。緑色と黄緑色です。続いてリン、5分待たなくてももう結果出たね。リンは濃い青色なので 2mg/L 以上です。まとめるとこんな感じ。 TDS は爆上がり、 pH は6まで加工してます。かき混ぜただけで酸素と反応してすぐ pH が下がりました。リンは 2g 以上溶け込んでます。いくらフレークは水を汚しにくいと言われていても与えすぎるとこうなりますということです。で、水もこういう感じで色がついちゃうので、まあ、初心者の方は結構餌やりすぎる傾向にあると思うんですが、気持ち少なめ程度にやった方がいいです。そうしないと一瞬でこうなるので。空気を読まないテトラ水槽でございます。こちらに入れて指向性を確かめます。入れた、食った、入れた、食った、早え、1秒で食った。まあ、最近フレークやってるんでね、ほら早っ、食べてます。ゆっくり沈降しますね。誰かがこうバシャってやればフレークがゆっくり沈降するので、あ、今ピンキーテトラ右下にいますけど食べたな。
吐き出し率も低いな。最初ね、多分見向きもしないことがあると思います。その場合は普段与えている粒状の餌と混ぜて与えればいいです。もしくはもう一日餌やんないとかして、先ほどのようにこう大量にやらなければ水槽をものすごく汚すってこともない。でこれは一般的なフレークに比べて水を汚しにくい工夫があるので、苔も生えにくいし、初心者にもってこいじゃないかと思います。ラージフレークって言いますけど、こういうちっちゃい魚でも普通に食べるんですよね。今油膜の感じを見てみると、そんなに油膜広がってないんですよ。だからこの余計なパウダーとかがまぶしていないので水を汚れにくい。もうちょっとこう下から見てみるか。下から見たらわかるの、あんまりこう油膜出てないですよね。でこれ今ほら食べるでしょ。で炙って食ってね、ちょっと吐き出したりすると細かいフレークに変わるん で、この細かいフレークを口の小さい魚が食べたりするんで、でかい方がいいと思います。小さいフレークだとね、ものすごい細かい粉がここに舞うんですよ。そうするとそれがスイーツ悪化の原因になる。めちゃくちゃでかいの1個入れてみるわ。さあ食うかな。今めちゃくちゃでかいの1個入れたんですけど、さすがに反応しないか。あ、来ましたね。さすがちょっと体の3分の1ぐらいあるからな。お、食べた。あ、でもアタックするとこう小さくなるね。ちょっとビビってんな。あ、ピンキーが来ましたけど、やはりちょっとでかすぎるとビビる傾向はないな。でも誰かがこうパクってやったら、ほら食べてるでしょ。これこれこれ。例えばこのような幅広のアヌビアスとか入れてやると、葉っぱの上にフレークが落ちるんですよ。落ちたフレークをゆっくり食べる魚とかもいるので、天然のお皿という意味合いでこのような幅広の水草も入れて飼うのもいいかもしれません。水面にガッてくるやつはいいんだけどね、水面に来ないやつも結構いるんですよ。ということで、多分どこでも売ってると思うので、餌食べなくて困ってる場合は試してみてもいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。バイ。